おはようございます。本日は12月29日、ここは旭川です。9時19分発石北本線上川行きに乗っていきます。上川からは引き続き石北本線に乗車し、日本で最も長い駅間距離の上川から白滝間に乗車していきます。石北本線は北海道旭川市の新旭川駅から北見駅を経て網走駅を結んでいます。石北本線上川行き旭川9時19分発上川10時28分着です。牛別川を越えると新旭川駅に着きます。新旭川駅からは宗谷本線と石北本線が分岐しています。ルボイの飛ばせっていうのを貼ってきました。ルボイにある高校の高校生が考えたらしいです。っていうのはこう鮭の皮の部分ですね。これがあの以前は捨てられていたらしいんですけど、それを揚げてあのお菓子にしようっていうわけですね。上川駅に近づくにつれて雪が深くなっていきます。上川駅の地名由来は石狩川の上流であることから上川駅とする案が決定したそうです。北海道の地名はよくアイヌ語から取ってることが多いですが、上川駅に関してはそうでもないようです。年末年始にかけて行った12泊13日の旅の中で最も雪が降っていたのがこの上川あたりだったと思います。さて、次の列車まで40分ほど時間があるので買い出しに行きます。北海道に行くたびにお世話になっているセイコマートです。上川駅の駅舎は新しいですが、跨線橋は木造でできていて、レトロな趣です。こちらはキハ40、830番です。830番は1977年3月製造、最古のキハ40である826番が1977年2月製造なので、830番はキハ40最初期の車両です。特急大雪の到着を待って発車です。石北本線遠軽行き上川11時11分発遠軽12時41分着です。上川から白滝間は日本一長い駅間距離です。普通列車なのに50分間駅に一度も止まりません。北海道新幹線が開業した2016年3月、新たに石北本線の上川白滝間 36.3 キロが日本一長い駅間距離になりました。上川白滝間にあった上白滝駅が廃止されたため、この区間が日本一になりました。この区間は人工希薄地帯で、民営化後に6駅が廃止または信号所に変更されています。中越信号所です。2001年には付近の住民が全ていなくなりました。信号所となった今でも特急オホーツクの行き違いなどに使用され、またこの日は保線員の下車がありました。中越信号所から旧上白滝駅間は25パーミルの急勾配が続くので列車のスピードが遅いです。中越駅を越えると本格的な峠越えになります。北見峠といい、石北線と並走している国道333号線は囚人道路とも呼ばれ、走り監獄などで収容されていた囚人たちを強制労働させ、過酷な労働の末多くの犠牲を払って作られた道路です。上部に見えてきたのは高規格道路の旭川門別道です。こちらは無料開放されており、下道を通るよりもかなり時間短縮が見込まれるため、石北本線がさらに弱々しく感じます。雪国らしいシェルターをくぐり抜けると上越信号所にたどり着きます。中越信号所と同じように、こちらも付近の住民がすべていなくなってしまったため、1975年12月25日に廃駅となりました。当信号場は標高634メートルで、現存する北海道内の停車場では最も高いところにあります。駅名標跡や吊り橋が見つかりました。
とても山深いところにある信号場なので、かつては付近に住民がいたと思うと驚きです。少しデッキに出てみました。運賃表を見ると上川から白滝たった一区間で970円もします。驚愕の価格です。北見峠を下りきると白滝シリーズが登場します。白滝シリーズとは鉄道ファンの間でも有名でした。白滝という名前の駅が連続して並んでいました。奥白滝駅、上白滝駅、白滝駅、旧白滝駅、下白滝駅の5つの白滝という地名がつく駅があったのですが、現在は白滝駅のみが残っています。旧奥白滝駅付近を走行していますが駅舎を見つけることができませんでした。次は旧上白滝駅です。上白滝駅は2016年まで営業していました。廃止直前には1日1往復停車するのみで、これは当時 JR 東日本の駅の中で最も停車本数の少ない駅でした。ようやく上川の次の駅、白滝へ到着です。白滝駅の駅舎はとても立派で、時計もついているのでこの街のシンボルといったところでしょうか。上川から、北見峠を越えてやっとたどり着いた白滝駅です。旧白滝駅は一人の女子高生のために存続していた秘境駅です。定期利用者であった女子高生が卒業すると同時に廃止になりました。この辺りの地名も旧白滝です。もともとこの地域が初めて入植者の入った場所でしたが、土地の悪さから移転してしまったために白滝に対して旧白滝の地名がつきました。白滝シリーズの最後は下白滝信号場です。こちらは立派な駅舎も残っていて列車交換ができるため停車することがあります。下白滝信号場付近は家がいくつかあるように見えますが、農家をやっているようなので住んでいる人はかなり少なそうです。北の大地の冬は美しいですが、それとともに厳しさも兼ね揃えています。でもどうしてもその美しさに魅了されるこたつなのでした。遠軽町の代表駅である遠軽駅に間もなく到着です。この岩山は岩棒岩といい、岩棒岩を指していたアイヌ語のインカルシが遠軽町の名前の由来になっています。石北本線は多くの廃止駅を抱え、中には50分間も一度も駅に止まらない区間があるという閑散路線です。しかし私は大好きな路線なので、ぜひ乗りに行ってみてください。あなたもこたつの旅仲間になりませんか？チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。